昔ながらの建物が並ぶ里、自然にスイーツも楽しめる美しい風景を見に行きましょう。ねえゆうちゃん、はい、ゆうちゃんはさ、登山とかハイキングとか大好きだよね。大自然で運動するの大好きです。そうだよね、うん、今日はさ、登山スポットもある花沢の里に行きますよ。お、やった楽しみです。花沢の里、どんなところなんでしょうね。東名焼津インターチェンジからおよそ10分で到着です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。焼津観光案内人の金井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その帽子、カツオ？カツオです。かわいい。なんかキャラクターなんですか？はい、焼津のやいちゃんって言います。やいちゃん。そんなプリティーな帽子の金井さんに花沢の里を案内してもらいましょう。ここは平成26年、はい、国の重要伝統的建造物群に指定されました、ここは長屋門風というふうに呼んでます。みかんの収穫時期に出稼ぎに来た人たちを泊めていたそうです。泊まるところはどこかっていうと、うん、こちらの家とこちらの家をつなげて、ここのところにお泊まりする。この通路の部分もうこちらからこちらずっとね。奈良時代の東海道と言われる焼き爪の小道にある集落なんです。素敵な街並みが残っていいですね。すごいよね。自然もあって、いいところだと思います、ハイキングの後はカフェカントリーオーブンへ。民家の長屋や蔵を開放した安らぎ空間です。二人がいただくのはおやつセット。じゃあネーブルのケーキいただきます。柑橘の、いい香りがもう口に入れた瞬間からしっとりしてて美味しい。クレームブリュレをいただきますよ、さあいただきます。割とね、さっぱりした感じのクレームブリュレで食べやすい。これ美味しいな。ビスコッティ、チョコたっぷり入ってるよ、なんかほっこりするね。歴史を感じながらこう里山を歩くことができて、なんかとても気持ちが良かったです。本当、焼津ってさ、海と山とすごい豊かな恵みの場所だっていうのが改めて分かったね。ねえ。マイペースに歴史探訪。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。東名玉川橋インフォメーションセンター、リニューアル工事の最新技術や工夫をご紹介。東名リニューアル玉川橋で検索。次回は焼津おもちゃ美術館